はい、えー、今度はですね、えー、描画モードを使って夕焼けを演出してみたいと思います。 え、描画モードはですね、まあ、先ほどやった光とか炎とか、まあそういったものを2つのレイヤーで合成するというやり方が、まぁ、あ、メインなんですけども、まあ例えばですね、その場で撮影された雰囲気をある程度こう演出によって変えること、そういったことも非常に役立っています。では解説していきましょう。まずここにですね、女性が立っていますが、これちょうど午前中に撮影された素材ですね、スタンド位置っていうのがあります。え、ここからですね、エフェクトの はい、色調補正からレンズフィルターちょうど真ん中ぐらいにありますが、はい、これを選択しますさあこれレンズフィルターをですね適用すると、えー、何になるかというとですねこのフィルター、えー、アンバー系と間、まあ、色と暖色系があるんですけどもこのフィルターをですね使うことによって今これ濃度が25なんですけども、まあ、80ぐらいにしましょう、はい、全体がですね、えー、まあ茶色がかった形、まあ、夕焼け的な下地みたいなのを作り出すことができます さあ次なんですけども、今度は新規の平面から、はい。まあ黒色で平面を作っていただいて構わないんですが、エフェクトからですね、カラーカーブを選択します。はい。カラーカーブっていうのはですね、こういったまあ色をグラデーションにですね、カーブで作っていくことができるエフェクトです。今ここではですね、開始の色と終了の色があるんですが、ここをですね、ちょっと夕焼けの色にしちゃいます。こんな感じにします。そして、え、ー 地点ですねこんなような、えー、混ざり具合にしてはい完成ですそして、えー、ここで混ざり具合に、えー、何を使うかというとですね描画モードからはい乗算というのを使います乗算です、はい、そうするとですねこっちの方 えー、まあ、先ほど言った、えー、オレンジがかったもの。そして、ここが白色。まあ、透明ですね。透明がかったような形で合成されます。まあ、描画モードの方ですね。えー、どういうものが効くかっていうのは詳しくは、えー、アフタイクスのマニュアルの方にも書かれておりますので、参考にしていただければと思います。さあ、続いてですね、もう一個、新規平面を作っていきます。はい、今と同じようにエフェクトからカラーカーブ。今度はですね、ちょっと陰影を作りたいと思いますので、 はい、右上を白く左下を暗くしていくような形に持ってきますさあこれも同じように乗算です、はい、そうするとですねこういった影まあなんていうか影というかそういうものを作り出すことができますので、まあ、あの演出的にですねちょっとこういった日の当たり具合みたいなのをうまくこう調整してやっていくとさらに現実味に近づいた形になります そしてラストなんですけども、これもラスト新規の黒色を選択して、はい、エフェクトから描画のレンズフレアですね。これを当ててあげます。そしてレンズフレアはですね、基本的に色を変えられないんですが、黒色の平面に持っていきて、そして色調補正から、はい、これを選びます。はい、色相サイドですね。これを選ぶことによって、レンズフレアのですね、色を 変えることができます。ここではですね、少し茶色がかった色にしたいのでこんな形にしましょうはい、そしてフレアの中心をちょっと外しますこんな感じにしましまょうか。そしてさらにちょっとフレアがですね、きついので、えー、ブラーのガウスをちょっと少々少々ですね、かけてあげます そして、今度また同じように描画モードなんですが、今度は加算です。光の部分を追加します。はい、そうすることによって、ですねこのような形で演出をですね、夕焼けの演出を出すことができるわけです。はいまあ、お好み合わせでブラーのですねこういったかかり具合だとか、レンズフレーの位置、そうしたものをずらしてあげると、かっこよくいくと思います。